この中じゃあ入ってもかな、はい、はい、いただきます。いただきます。さあ、今日はいっぱい、いっぱい作ってくれる男梅、これが美味しい。んで、あのこの船納豆でね、この入れ物でそのままこれ開けたら混ぜれるようにしちゃうんやって。お皿をいちいち使わんでも汚れないようにって、この中で作れるように配慮してくれてるらしいね、これ。いやいや、あれだ、納豆は毎日食べるしね。主婦が喜ぶね、それ。え、うん、主婦が喜ぶ、ね、いやいや、落とした。納豆は毎日食べるし、おいしい、うん、俺好きやから。これはもうこれがダメだ。これでいった。これすごい粘りが、この、ね、粘りがええんやったね。これすごいで、うん、さあいただきます。このサラダ、うん、あ、おいしいわ、やっぱり。清掃の味をうまく締めてくれてる、これ味を。うん、おいしい。じゃあこのウーロン茶おいしいね。味の決め手は、うん、あの本当に塩だね。うん、少しな。かぼちゃどうやろう。これはダメやろ。いや、美味しい。うん、全然ワイドミールズ大だけど、うん、ほんと美味しいね。いい味。ステーキはこれかぶりつけかよ。このね、なんてね、本当に高かった。4分の1が450円。あ、そう。うん、きれいに焼けとか見てよ。うん、あ、おいしいわこれ。うん、うまい。でね、この納豆よ、これよ。タンパク質は絶対必要なんだね。うん、良質な睡眠をとるのにもいい。これ大豆もすごい大豆だね、これ。味がすごい美味しい。
深いというかコクがあるというか相当美味しい。これサラダドレッシングつけた方がええわね。よくなるよ。つけん方がええ。これがいい。ほら。納豆好きやけどね、おばあちゃんも。うん。さっちゃん、一個ずつ食べた。どっちでやるか。うん。まあ、食べにくかったらしょうがない。まあ、おいしそうにして食べる。おいしいもん。おお。最高。ありがとうございます。いや、疲れて帰ってきても、この美味しいものが食べるのも幸せや。おばあちゃん、じゃあ冷たくそやね。